私自身は総理大臣になろうと思ってなかったし、なれると思ってなかった。たまたまこのコロナの中で安倍さんが体調不良のために退陣されて、まあ、逃げるわけに今回いかないだろうなっていう思いもあって、ですからもうやりたいことをやろうと思ってたんですよね。せっかく渦中の栗を拾うならば、何でも拾ってやろうと。先送り日本ってものすごくしてきたじゃないですか。将来必ずやんなきゃダメなことはやはりやった方がいいだろうという形でやり始めました。なるほどな、そういうことなんですね。もうちょっとやってほしかったですね。